ファイナルファンタジー5。前作も最高の出来でしたが、今作ではジョブチェンジシステムが復活。ファイナルファンタジーは4から始めたので、ジョブチェンジは初めてでしたが、複雑なシステムでもなかったので、すんなりできました。グラフィックは前作より強化。キャラクターの喜怒哀楽の表現もあり、世界観にどっぷり浸かってしまいます。音楽も素晴らしく、個人的には名曲が多いですね。ストーリーは前作よりわかりやすくなっていて、幅広い年齢層で楽しめるゲームだと思います。いやあ、面白いゲームだった。
ドラゴンクエスト5、スーパーファミコン初のドラゴンクエストで、主人公が少年から親になるまでを描き、親子三代にわたる波乱万丈で壮大な物語ですね。また、ドラゴンクエスト5は、いろいろなモンスターを仲間にできて、さらに成長させることができる、というのは魅力的でしたね。モンスターを仲間にできるのは、読んでもできましたが、成長はしませんでしたしね。そして、このゲーム最大のイベントといえば、やはり結婚相手を選ぶことでしたね。年上の幼馴染みかお金持ちの令嬢か、どっちにするか迷いましたね。自分は幼馴染みにしましたが、みんなはどっちだったかな？またファンの間では、花嫁はどっちが良い、いわゆる嫁論争は、ネットではその盛り上がりが凄まじく、この話題が上がると必ずと言っていいほど、場が荒れるらしいです。後にお金持ちの令嬢の、わがままな姉が追加され嫁論争が再燃した。開発者の堀井雄二さんは、インタビューで、ほとんどの人は幼馴染を選ぶと思った、と言ってるし、多くのメディア媒体でも、幼馴染と結婚するルートが取られると、半ば生死的な扱いを受けてるけどね、わらわらわら。音楽やグラフィック、初めて受けた衝撃、ドラマチック度はファイナルファンタジー4がいいのですが、この結婚イベントと3世代につながる物語は、うまく説明できないけど、完璧ではないけど、完璧なファイナルファンタジー4を上回ってしまう。なんか甘酸っぱいような、切ないような野菜しような、どちらかを選んでも、選ばなかった方も幸せになってほしいし、孫が頼もしくて危なげででも強かったり、とにかくシステム的な良さではなく、心に来るんですよね。制作者の温かさが伝わるゲームは最高です。Thank you.
メタルマックスに、ファミコン末期の隠れた名作ゲームメタルマックスが、スーパーファミコンにプラットフォームを移して、グラフィックが大幅に強化され、戦車の改造の幅が広がり、戦車の製造もできるようになった。ストーリーは、文明の崩壊した世界で、バイアス、グラップラーという武装組織が各地で人狩りや虐殺等を行い、そのバイアス、グラップラーに両親や育ての親を殺された主人公が球を打つため仲間やペットを集めて共に戦うというストーリーで、このゲームの特徴は自由度の高さで、各地にいるボスのほとんどは倒さなくてもストーリーは進めるし、ゲーム序盤からいつでも ED を迎えることが可能で、そして、このゲーム最大の魅力といえば、戦車に乗って戦うことで、今までの RPG にはなかったですね。男子の多くは戦車好きだよね。また前作のキャッチフレーズは、流体時にはもう飽きた、で、ドラマルンクエストに喧嘩売ってるようなキャッチフレーズでしたね。わらわらわら。また音楽は前作から引き続き門倉聡氏で、氏が作曲した音楽はどれも魅力的で、特にお尋ね者との戦いやドクターミンチに会いましょうはメタルマックスシリーズでは幾度もアレンジされて流れている名曲です。また、各地にいるボスは賞金首で倒すと、多額の賞金がもらえるので、これで戦車等を強くしていくというのは、このシリーズ独特なスタイルですよね。また印象的なイベントや敵が多く、特にイベントではデスクルスの、ドラム缶推しがシリーズ屈指の名、名、イベントとして、人気が高いらしい。なぜ？このイベント後のセリフ、押してもいいんだぜ、懐かしいドラム缶よ、は、忘れらないな、ねえ。セリフとして、記憶しているプレイヤーは数知れずいるらしい。だからなぜ？また、
印象的な敵キャラは、なんといっても、デッドブロイラーで、最初に出てきて、その圧倒的な強さで主人公たちを全滅させた。そのインパクトある登場やセリフ回しに、後に戦う時も戦車が行けない場所で戦うのである。アイテムないとほぼ攻略不可能などの、インパクトの強さから一部のファンから、デッド様、と呼ばれるほど人気が高い敵キャラです。またこのゲームには、PC ゲーム界のヒットメーカーとして名高い、増田昌司がプロデューサーとして参加しています。また、このゲームは人気が高く、後にリメイク、PS、や配信、Wii、や移植。ただし、ゲームボーイアドバンスの見改め、回、てめえはダメだ、がされています。
エストポリス伝記に、前作のエストポリス戦記の中の、節々で語られていた、英雄マキシムの、虚空島戦役における、人間と神々の戦いのストーリー、システム、BGM、シナリオ、演出等の、すべてにおいて最高のゲーム。もちろん2をプレイしていなくても、名作ですが、1をプレイした方が、より名作となるのは間違いないです。このストーリーを超えるゲームは、他にないと思います。涙も止まりません。こんな素晴らしいゲームに出会えたことに、感謝しています。Thank you.
ルドラの秘宝。本作もハード末期の発売で、うずもれてしまった感がある RPG ですが、隠れた名作的な扱いで逆に有名な気がします。今だと実機か Wii U のバーチャルコンソールで遊べる模様。乱暴に言うと、ファイナルファンタジーみたいな見た目の、オーソドックスな RPG なのですが、魔法に当たる、言霊を自由に作り出せる、言霊システムが大きな特徴で、これが面白かった。例えば、他の RPG の魔法名だったり、友達のあだ名などでも言霊として使えたり、もちろん突き詰めてゆくと法則性があり、適当では使える言霊は生み出せないのですが、それでもいろいろと試すのは楽しかったなぁ。他にも、戦闘中はいつでも隊列の変更ができ、敵の強力な攻撃を後列に下がってしのいだり、防御で味方をかばうことができ、戦士系のキャラなら、時ターン攻撃力が2倍になったり、逃げるコマンドはなく、逃亡時はコマンド受付中に、方向キーを入れっぱなしにする、行動順の入れ替えができる等の、特徴的なシステムがありました。
よろしくね。